今日は6月の30日、時刻は朝の10時頃、雨が降っておりますけど、岐阜県羽島市大賀ハス園の方に来ております。ちょっと別件でね、羽島市の方に用事があって、あ、そういやそろそろハス咲いてんじゃないかと思って来たんですけど、ね、ちょっとあいにくの雨ですが、ハスは綺麗に咲いております。で、ちょっとね、別件の用事があるところから結構遠かったんですけど、まあね、それだけの価値はあると思います。で、また、臨場感を大切にしたいので、ほぼノーカットでいきたいと思います。ね、これなんかよく見る映像ですね。うまい具合に風が吹いてきていい感じになってます。まあ、駐車場があるにはあるんですけど、あの3台分しかないんでね、まあ、ご迷惑にならないところに路上駐車してる方も結構おられます。で、日曜日ということもあって、まあ、画面奥の方ね、三脚立てて撮影されてる方もおられますけど、今日みたいに雨が降るとこう雫が映っていい感じの写真が撮れるんじゃないかと思います。なかなか、やっぱり近くに寄れないんでと思ったんですけど、ちょうどいいのが1個ありましたんで、雨に濡れちゃいますけど一回傘を閉じて、すごく大きいんです、ほら、まあ、こういうことをするために本当は定規なんかをね、持ってくるといいんですけど、まあありませんので、こっちの方も行きたいんですけど、これ濡れちゃいますかね。まあ大丈夫そうです。こうなんかね、こう あれいいですね。ハスの葉っぱのね、表面には細かい毛がいっぱい生えてて、でこうやって水をはじいてね、コロ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 水に濡れないという、そういう仕組みらしいんですけど、これを研究してね、やっぱりガラスなんかでも、水をはじく水滴がつかないガラスなんかも開発されておるようです。
よし。おお、ちょっとね。うん。あ、ね。うん。ずっとまあこっちの方にも、あそこになんか羽島温泉って、表示がありますね。まあ晴れた日もいいんですけど、こういう雨の日もなかなかいい感じです。まあ今日の動画に関してはこうやってグダグダ喋っておりますんで、まあ正直このハス園もこの田んぼ1枚2枚ぐらいのもんですので、見たいところだけ見て早送りされるのが良いかと思います。私はあの臨場感を歩くとどのぐらいの時間かかるとか、そういうところも表現したいので、このままねノーカットで撮影続けます。近場の人は何回か来られるといいと思いますね。こういうふうに雨が降るとこうハスの葉っぱの上に水滴がついてね、こういう映像撮れますし、晴れたら晴れたでまたね、綺麗な空の色合いの違った映像が撮れるかと思います。やっぱりあのさすがですね、あの三脚立てたり立派なカメラ持ってる方っていうのはね、もう最初から長靴履いてきております。で、私みたいに、ポットでというかね、思いつきで来るとこうした靴でね、濡れる羽目になるぞということで、雨の日にこういうところに撮影さ来られる場合は、やっぱり長靴が必需品かなと思います。やっぱりまあ日曜日ということもあってね、結構あの思ったより人が多いかなって気がします。お、あそこがちょうど私が思ってるハスのいい具合になってますんで、少しこれなんかもいいですね。これもいい。まあ今岐阜県内だとこれだけねハスが大量にあるのが、まあ一番有名なのがやっぱ大垣市武道館の前ですかね。あちらの方がなんかハス祭りね、行政挙げて祭りやるぐらいなんですけど、こちらの方はね、まあ特にあのお祭りやったりということはなさそうですが、ね、こういうふうに誰でも無料で見られる、あもちろん大垣の方も無料で見られるんですけど、ね、いい感じに咲いてます。でこちら、これは花が終わったやつですかね。
で、これがつぼみ。そうか、こっちからは抜けられないんだ。あ、ちょうどいいのがありますね。これいいですね。岐阜県羽島市、大賀蓮園でした。